プレミア。ごきげんよう。どこかへ行くところですか？俺か？別にこれといった予定はないけど。予定がないということは、つまり暇で一緒に出かけたいと思っていますが、無理にお願いするのも悪いの。じゃあわかりました。どこで覚えてきたんだこんな手。プレミアちゃんたち発見。こんにちは。二人まあばったり会ってさ。ここんとこプレミアはあんたにべったりね。そんなことないって。みんなも look at the other dudes and know like never around when things are popping up。きっとプレミアちゃんも信頼しきっているんだと思いますよ。話がよくわからないけど、みんなといると居心地がいいって話だよな。そういうこと。それでそっちは何してたんだ？いえ、私たち今揃ったばかりで何をするか決めていないんです。そっか。プレミアちゃん、みんなで一緒に出かけたいと考えていますが、私が決めることではないと。また不思議度が増したわね。このどうかな、みんな。私は大丈夫です。私も付き合うよ。じゃあみんなで一緒にフィールドを歩き回ってみましょうか。よし、それじゃあ出かけよう。はい、行きましょう。Oh, the hell they wanted to do. What the hell? First of all, how the hell did she end up on that water? What the hell is this? Dodge, she had circles. Dude, what the hell is this?
the hell am I supposed to get down there? Oh damn, well, they're always freaking to go all the way around. Dies, then there's no coming back. This game over. So I really gotta be careful. I hope I'm going the right way, because I want to deal with this girl. In the right place now? No. この辺り一帯は1000年くらい前は、そしてこのダンジョンは昔の地名が付けられ、つまりまあ設定上はな、前のクエストで見つかった。よし、進んでみよう。奥に部屋がありますよ。見て、あそこにある。やったThank you.
プレミアに反応しているのね。神秘的ですね。これで成績は3つ目だ。お待たせしました。お疲れ様、プレミア。さてと、うまいこと結果を出せたところで町に戻りましょうか。町に戻る前に、よって進めているクエストでどうしても必要な素材。まだ時間はあるし、私は別に構わない。俺もだ。素材集めに協力するよ。ありがとうございます。私もいいけど、その前にちょっといい？どうした？ほら、ここにも伝承みたいなものがないかなって思って。ああ、なるほど。前にあったような文章があれば。見渡す限りそれらしいものは見当たらない。ということは、次へのヒントも地道に歩き回るしかないみたいですね。前から思っていたんだけど、プレミアちゃんのクエ、なんていうか、まだ奥があるのに、それを途中で止め、途中で止めた。私がどうかしましたか？ああ、いや、なんでもないんだ。じゃあシリカが必要な素材を集めに行こうか。わかりました、行きましょう。We're really doing a cutscene after doing all that running. Nice. どうだ、シリカ。必要な数は集まったか？ちゃんは随分戦闘に慣れてきたみたいですね。だろ、なかなかいい筋をしているんだよ。お茶の子さいさいです。なんかリズさんみたいなことを言っていますね。ちょっと悪口言ってない？でも本当に成長したって感じだよね。初めて会った時に比べたら随分違うわよね。きっとプレミアちゃんのことを思う皆さん、みんなの影響か。よし、今日こそぶっ倒そうぜ。この作戦ならうまくいくべ。プレイヤーの団体だ。10人くらいいるわね。ボスクラスのモンスターでも討伐しに行くんですかね。いや、クエストをやっているんじゃないかな。パーティー、すごっ、この距離からよくわかるね。プレイヤーとか NPC ってつい観察しちゃうんだよ。感心感心、そういうとこ武器屋に向いてるわね。なんなら私が師匠になって火事のイロハをみっちり叩き込んでもいいわよ。遠慮しとくよ。ところで、さっきの人たちは何のクエストを攻略しに行ったんでしょうね。あの NPC のクエストは確か炭鉱高に行って住み着いたモンスターを倒す。なるほど、討伐系のクエストですか。炭鉱ということは上質の鍛冶素材が手に入ったりす。全然、至って普通の素材が手に入るだけなの。当然炭鉱が舞台だって聞いた。じゃあ効率の悪いクエストなんですね。まあ、いや、レベルが低いうちは報酬を得ればそれなりの稼ぎになるんだよ。低レベル？難易度は高くないんですか？まあ別に高くないけど。でもさっきの人たちかなり大掛かりなパーティーだったよね。簡単なクエストのはずなのに、あの人数って明らかにおかしいですよ。あれ、そういえば考えてみると炭鉱のある場所ってこの辺りじゃない？それじゃあさっきの人たちは何をしていたんだろう。
あっちの方って何かあったっけ？あの方角は…そうか、わかったぞ。急いで追いかけよう。あ、ちょっと…ネームドモンスター狩りだ。彼らはネームドモンスターと戦うのに NPC をおとりにするつもりな…NPC をおとりに？少し前にアルゴから聞いたんだ。モンスターはかなり高レ…かなり高レベル…あ、oh、They just go in there talking the whole time. What about him? What about him? I tell you, what did he get back? And how about we survive first? NPC にヘイトを取らせるぞ。ちょっと待ってくれ。おい、なんだあんたたち。今は分かってます。ネームドモンスター相手に、それがなんだよ。 NPC なんだからどうなろうが問題ねえだろ。このゲームで NPC が命を落とすと、その NPC は二度とリポップしないって知ってるけど、ちゃんと同じ役回り。そういうことじゃなくて、このゲームでは割と効率のいい戦法なんだ。俺たち以外にも、やっ、それにこの方法ならブルーカーソルにもならないしな。なあ、やっぱお、はあ、何言ってんだよお前。だってよ、 NPC だって言っても死んじまったらそいつ二度と、まああまりいい気分は、そうですよ。 NPC だぞ、本気で言ってんのか。なあ、あんたたち、なんだよ。いやそうじゃない。あんたたちのやろうとしていることが攻略法の一つなの。だから止めようってわけじゃないんだ。ただ俺たちにこの戦闘を手伝わせてくれないか。手伝うだ。なあ、俺たちは別に報酬はいらない。一緒にラストアタックも譲るし、ドロップしたアイテムも全部差し出す。 NPC のために報酬もなく戦う。そうだ。どうする。理由はどうあれ、人は多い方。 Wait, isn't Premier still with the party? So what the? 了解。ま、リサちゃん側面から、俺とプレミア正面から攻める。 OK よ。それプレミア。おい、そいつも NPC じゃない。違うよ、仲間だ。仲間？ああ、そっちも。これだけの人数がいてもかなり手こずったね。アルゴさんの話の音、お疲れ様。ナイス活躍だった。はい、お茶の子さいさい。おい、あんたら。なあ、報酬を渡すよ。さすがに分配された経験値は渡せないけど。おう。飛び入りだったけど、うまいこと戦闘が噛み合ったな。おかげで犠牲者はゼロだった。手を貸してくれてありがとうな。うん、よかったよ。大した戦い方だったな。また機会があったら一緒に戦おう。オッケー、いつでも声かけてくれ。よし、みんな引き上げよう。 NPC も連れて帰ってくれるみたいですね。ああ、キリト嬉しそうですね。プレミアやみんなが協力してくれて犠牲者を出さずに済む。つまり私たちはいいこと。まあ嫌がられてはいないみたいだったな。戦いを始める前、あの人たちの間でいざこざが起きましたが、少なくとも俺はあの剣士の可能性が消されること。可能性、例えばさ、俺とプレミアが明日出かけた先ですごく綺麗な景色を眺めることが、そうした可能性は誰にでもあるものだと俺は思った。誰にでもある可能性。ああ、それを勝手な都合で奪うことは。だから言い争い。ああ、プレミアにもあるだろ。私にも。さあ、
俺たちも戻ろう。はい。VR の研究として開発され、その世界の NPC たちを人の都合に、今の俺は、だけど、根本、その答えがわ。2 minutes.